部落解放同盟全国連合会からね、今年の10月30日付でこんなね公開質問状というのが来まして、で前もね公開質問状来たんで、まあいろいろちゃんと答えといたんですよね。そしたらね今回その中でもね一つの質問に絞ってきたんですけども、その質問っていうのが、その宮部達彦は部落民じゃないんだろ本当はと、ね、撤回して謝罪しろっていう話で、まあそこにねやたらこだわってるんです。でこれね全国連だけじゃなくて、あの中央本部ね、解放同盟本体の方もね、裁判の時にね、なんか弁護士が、あんたは部落民じゃないだろうって言って、嘘の証言したらね、あの過料だぞみたいなこと言ったけど、僕何の処分も受けてないですからね。結局その部落民がどうかなんていうことはね、はっきり言えばどうでもいい話なんです。だからこういうことにこだわってるのが異常で、やっぱこれがその解放運動団体の異常性っていうのをね、もう如実に現れてると思う。その一般企業とかね、民間人には身元調査は差別だって言ってて、自分たちが身元調査してるし、結局部落民かどうかっていうことで一番マウント取ろうとしてるのはこの部落解放運動団体なんです。だから部落解放運動団体がねなくなれば、その部落民かどうかっていうことはどうでもいい話になるんです。だけどこの人たちがこだわってるから、いつまで経ってもこの問題はなくならないわけです。だから部落解放運動団体こそがもう差別集団でね、もうほんと異常な集団だっていうことが、もうこれで本当にね、もう分かりやすいと思います、これでね。でまあそれでもね、それでも一応質問されたんだから答えてるんですよね。一つ目、宮部の出身の住所、鳥取市下味の415番地の1がですね、被差別部落でないと指摘したんだけども、それについて反論がないとか言ってるんだけども、いや全国部落調査には下味のって書いてあるし、鳥取市の決めた童話地区の呼称も下味ので、どの番地がどうなんていうことはね書いてないですからね。でいやそこが部落じゃないって言っても、それはあなたの意見ですよねっていうだけの話で、いや自分たち何も証明してないですからね、なんか近所の人が言ってましたっていう話で、いやそんな近所の人が決める話じゃないでしょ。部落はどうかっていうのはその、ね、まあ、江戸幕府が決めて、それで、まあ、童話地区指定は役所がやったものっていうのが、ね、その過去の歴史なわけだから、そんな地元の人間がどうこうって言ってたってね、それは勝手に言ってることでしょと、ね、もしその部落の人間がどこが部落かって決めてるんだったら、じゃあ部落差別の原因ってその住民のせいじゃないですか、じゃあもうそういうことをやめたらっていうだけの話なんで、うん、ということで、まあ論破ですね、うん、下味野って全国部落調査に書いてあるんだから部落でしょっていう、そんだけの話です。はい。で父親の職業について、耳鼻を趣味にしているにすぎず、それをもって屠殺業というには心象膨大にも程があるって、いや趣味じゃないです、ちゃんと鳥取市の保健所に登録されてるので、鳥取市の保健所に久松商事っていうのはありますかっていうのをね聞いてみていただければね、もう完全に論破されると思います。はい。だからちゃんと保健所に登録されてる事業者ですね、趣味ではないです。で土地改良について、これも全く反論がない。宮部は自分の親の土地が童話対策事業で改良工事に付されたので、それをもって俺は部落民だというふうに主張したと。しかし全国童話対策事業の土地改良に際して、童話地区だけでなく、まあ、一般地区の土地も工事されていることがある云々っていうことなんだけども、うん、あそうですか、まあそうですねっていう、そんだけの話です。はいはい、うん、それがどうかしましたかっていうだけの話ですね。うん、まあそもそも今回の話はね、全国部落調査の公開の是非なんで、その宮部が部落民かどうかっていう話なんでね、まあどうでもいいんだけども、じゃあね一つ、じゃあ解放同盟全国連に聞きたいんだけども、いや僕今本籍地ね伊勢原市の上粕谷の部落のまあ同盟員が住んでたところに僕本籍地移してるんで、それについてはどうなんだと。じゃあその場所は部落じゃないのかどうなのかと、上粕谷についてね、うん、まあそれについて反論してないですね。なんか やたら下城にこだわってるけど、僕今ここにもう本籍地ないですから、上粕谷に移してますからね、だからそっちのことについてはどうなのっていうこともまあ一応質問してるしね。あとまあ解放同盟この全国連が、うん、ごまかしてるけども、前にゼッケン投稿とかね、全国連もやってるわけですよ。で荒本支部とかその部落地名をね、その支部名につけて、でどこが部落かっていうことを広めて運動してるんですよ、全国連っていうのはね。そのことと今回の全国部落調査公開するのは差別だっていうことと整合性がつかないじゃないかと、自分たちのやってることはじゃあ差別っていうことになるんじゃないですかっていう、その理屈だったらね。
ということについて、まあ、ちゃんとその理論的な説明がされてないんですよね。ということをね、まあ、一応返しておきましたということで、またね全国連から来ると思うんだけども、まあ一応まあ丁寧に答えとこうかと思います。だけどなんかね、もうちょっとこうねやってもいいんだみたいな、そういう名文句が入ってるかと思ったら入ってないんですよね、うん。まあ、質問するんだったらもうちょっとね、このこうねこう人の魂を揺さぶるようなそういう文体というものをね、また僕は見せてほしいと思ってるんですよね。でまあ、全国連はね、いやもう反権力っていうことではね、僕は反権力ですよ、むっちゃくちゃ今もう国家の敵みたいになってるので、だから本来だったら全国連はね、この自転車の味方をするべきだと思うんですね、うん。だからまあ質問来たら答えるけども、もういい加減にね、うん、やめませんかと、うん、ちょっと自分たちのやってることを意味というものについてね、もうちょっと問い直してほしいなというふうに僕は思います。ということでね、今日のお話でした。